愛知県犬山市にある日本モンキーセンター。こちらの売店で今ちょっと話題になっている商品があります。はい、こちら赤ザルです。赤ザル、赤いラベルに日本ザルのイラストと缶ザルの文字、これ日本酒。昨年末に売店で販売を始めた日本酒なんですが、直後から SNS や電話で問い合わせが来るなど反響は大きいと言います。しかしなぜ日本酒を販売しているのでしょうか。きっかけになったのがこちらの手ぬぐいですね。ここの売店でしか販売されていないお猿の骨格が描かれた手ぬぐい、実はこれが日本酒を売るきっかけになったというんです。夕方にご飯食べてて、いつも通りキャッチをつけて見てたんですけど、ありがとうございます。その時にあれと思って、去年1月モンキーセンターの阿部さん、テレビを何気なく見ていると画面のあるシーンに釘付けに。画面に映っている男性が頭に巻いていた青い手ぬぐい、そうセンターで販売されていたあの手ぬぐいです。はいはい、急いで写真を撮ってあの職員につけてるよって言って流しました。はい、なんでつけてるんだろうって言ってちょっと大騒ぎになりました。手ぬぐいを頭に巻いていたのは愛知県常滑市にある澤田酒造の副社長、澤田秀俊さん。澤田酒造は創業170年を超える老舗の酒蔵。しかし、おととしの11月。もうね、ちょっとしんどいですね。これ麹ですね。もうだいぶ真っ黒焦げになってしまってますね。酒造りには欠かせない麹を作るための建物が全焼してしまったのです。もうさ、土地の毛が引きまして、これはもう終わったなっていうふうに実際思いました。当時は廃業も考えた澤田さん。しかし同業のライバルである愛知や三重にある酒蔵が麹作りの支援を申し出、出来上がった麹を受け取りに愛西市の酒蔵へ出かけた時のこと。副社長の秀俊さんが頭に巻いていたのが、友人からもらって愛用していた日本モンキーセンターの霊長類骨格手ぬぐいだったんです。そうだったんだ。放送を見て苦境に立っていることを知ったセンターの職員から激励の手紙とともに10万以上の手ぬぐいが送られました。手紙の中にはこの手ぬぐいを使って美味しいお酒を作ってください、で一緒に頑張りましょうということが書いてありまして、本当に励みになったのを記憶しています。何枚手ぬぐいがあっても本当助かるという形になりますね。日本酒作りでお米を蒸す工程があります。冬場でも温度が高い中での作業は汗もかき、それを拭く手ぬぐいは大事な存在。これをきっかけに澤田酒造から新酒が送られたり、センター職員から酒蔵見学をしたりするなど交流が深まって、去年の10月頃コラボ商品ができないかと声が上がったんです。澤田酒造が全国缶酒コンテストで金賞を受賞したお酒とセンターがデザインするラベルで商品化することになったんです。骨格手ぬぐいを手掛けたモンキーセンターの高野智さん、コラボ商品のラベル作りを担当しました。当園で冬の風物詩として焚き火に当たる猿っていうイベントをやってまして、焚き火の暖かさをイメージした赤を基調にしたラベルになりました。限定100本で販売され、中には開園と同時に買い求めにやってきた人もいて、残りわずかといいます。
お飲みになりました？もちろんです本当に缶に向いたお酒でね、缶つけると豊かに香りが立って美味しいですよ。来月にはコラボ商品の第2弾を販売する予定で、生産数を大幅に増やすということです。お互い苦境に立たされているというところで、はい、ありますけれども、まあ、共に一緒にコラボをすることによって明るい希望を持って頑張っていきたいなというふうに思っています。お手紙に書いてあったのが、ご縁の縁の字が猿の縁っていう字に置き換えたんですね。今後もそのご縁をいただいて、それをもっともっと大きな輪にして、でそれを開始するっていうことができると一番いいご縁ですよね、本当に。はい、餌の寄付などの支援の文字を支援、ご来園はご来園など園と読める文字を猿と置き換えることを定番としている日本モンキーセンター。この骨手ぬぐいがつないでくれた奇跡のようなご縁で、こういうコラボ商品もできました。これからもね、お互いに盛り上がっていけるように、精進していきたいなと思います。モンキーセンターと老舗酒蔵をつないだ奇跡の手ぬぐい、新型コロナを乗り越える次なるコラボ企画に期待したいものです。